どうもマグディでございます。今こちらどこにやってきているか、わかりますかね。もうすでに夜なんでちょっと行かないといけないんで、行くぜ。なんと湿地帯に来ております。なぜか、そうスライムボールでございます。はい、原始的にスライムボールを稼ぎにやってまいりました。ちょっと月もいい感じなので、もしかしたらスライムいっぱい湧いてる可能性もございますね。今日はですね、スライムボールを使うということはですね、そういった感じのギミックを作ろうと思っております。ていうのも最近倉庫が充実しましたのでですね、いましたね、1匹目。ちっちゃいけど、ドロップ増加。はい、ドロップ増加。あ、もうでもいけそうな気がする。あ、ダメなんだ、スライムブロックがいるんですよ。スライムブロックがいるんで、かなりの数が必要。おーっとっと、こんにちはこんにちは。倉庫をね、完全に隠すということもしたかったのと、今ね、もうかなり、ムーシュルーム増えてきたんで、ムーシュルームね、キノコシチューを出す、あの牛ね、赤べこちゃん増えてきたんで、そろそろね、赤べこちゃんたちの、放牧したいなと考えてるんで、まあ、放牧するにはね、ちょっと落ちる穴、全部塞いじゃわないといけないっていうのがあるんでね、今回ちょっと倉庫を完全に、入れないようにしてしまおうかなと。人間しか入れないようにしてしまおうかなということで、やっております。あら、いないね、スライムちやん。スライムちやんがいないね。あれ、スライムちゃんマジでいいね。あ、いた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 。もうそんなのでもいいよ、もう。実はもう足りてるんですけどね。十分足りてるんですけどね。超来てる。おら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 。おらおらおら。マジで剣最強ですね。てか、かなりエンチャントレベル溜まってるな。帰ろう。あ。どこにいるの？スライマーズはどこにいるの？スライマーズは。よいしょ、やろうぜ。割と強いね。おお。邪魔だよ。あ、いた。まあ、どうせだしもらっときますよ。いただけ。すげえ、かなり溜まった。疲れしたー。はい、到着。帰ってまいりましたー。じゃあ、スライムブロックを作ってですね、今回ちょっと準備が完了ということなんだけれども、ちょっといっぱいあるんで、これ全部ちょっと直したいと思います。今日、参考にさせていただきました動画ですね。下にリンク貼っておりますので、よかったらそちらご覧いただければと思います。ホール350さんね、リンク貼ってますから、ぜひね、ご覧いただければと思います。うん、いけそう。いけそうな気がするぞ。オッケー、じゃあここにしよう。ね。じゃあここ掘っていきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8。ああ、やっぱりこうなっちゃう。やっぱりそうなっちゃう。なんか絶対どっかこうなっちゃうだろうなと思ったけど。はい、こんな感じになりました。で、こっから作っていくんですけども、ここがね、ちょうどこう入り口として、なってですね。ボタンがちょっと隠れて見えないような形になってるんですね。ちょうどいいね。これちょっと上から見てみるとどの辺になるんだろう、位置的に。ああ、なるほど。ちょうどいいっすね。ここからも来やすいし、駅の方からもすぐ来れるしね。完全に、そうすることによって、ここの、2つの階段隠せますからね。失礼。まずは、で、こんな感じに掘りまして、ここに、粘着ピストンですね。粘着ピストン置きますよね。で、これですよ。スライムブロック。これが、欲しかったんです。で、このスライムブロックに着地してくるような、ね、形なんですよ。だからこんな感じですね。こうやって黒曜石行きます。はい、こんな感じですね。黒曜石を。これがね、ズコンと粘着ピストンで上がってきて、上下するので、それにこう、引っ張られないような感じでやってます。そしてここ見える面なんで、これを引いて、これを置いて、で、レッドストーン。ボタンを設置するんでね、後ほどそこに。レッドストーンを置いて、で、ここトーチを置いて、で、この下にね、何でもいいかブロック置くでしょ。で、ここに、パウダーを引いて、で、リピーターですね。リピーター。こう置いて、遅延3回。
で、ここにトーチです。はい。はい、これで今動きましたね。ここにね、ボタンをつけましょう。はい、こんな感じ。はい、OK。そして、こうして、トーチを置きます。これで繋がりましたね。で、これまたボタンから繋げていきます。で、これボタンが押されると、この、トーチがですね、オフになるというね、仕組みですね。ほら。はい。これを利用するわけです。で、これ上に置いて、ちょっとまあ登るんでこれやりますけど、で、ですね、こうして、で、こうして、こうですね。はい。今ここに、あいつが来てるんですよ。で、動力が来てるということで。で、こうして、リピーターつなげて、ここは、ここは2回遅延させるんですって。はい、これでリピーターに動きが伝わりましたね。で、こうして、動力伝えて、またこの上にね、失敗した。1、2。はい、この上にね、ちょっと置きます。はい、こうやって置いて、今度は、粘着ピストン。粘着ピストン3つ用意してますけれども、ですね。あ、こうして。こう、ちょっと、こうして、おお、危ない。で、こっちから置けないのかな?こっちからちょっと、おいしょ!置けないみたいなので。で、ちょっと、間違えた。そうじゃないんだよ。こうだ。おー、いけた。そう、これでよくて。で、今度は、じゃあまたこっちから登んないとダメだね。これから登りまして、今度は、ここですね。ここ。いきますよ。ここに、置く。ああ、いたでですね、一番上はですね、外のブロックを置きます。はい、それでちょっと、試運転してみましょう。いきますよ。ほらやばいっしょ。もうすでに登ってきてるっしょ。あとは、これが、まあ、何もないところ、まあ、わかりやすいんだけども、ここに、あるものを置いて、そこを踏むことによって、これが下がると。で、穴が開くんだけれども、この一つの穴だから、多分赤べこたちは落ちないと思うんですよ。この穴開いても多分落ちないでしょ、あいつら。多分牛たちははまんないと思うんですよ。ほら、はまんないはずで、ほら、あ、はまった。一瞬はまったな。赤べこさん、はまっちゃうとまずいな。いや、ほんとね、今から作るやつ、こう、通るだけでね、それを感知して、ダダって開くやつだから、赤べこさん、ちょっと放牧できないと意味ないですからね。どうしよっかな。まあ、それ後で考えますか。ね。作ってから考えますか。この隣に一つ置いて、はい、こうやって粘着ピストン下向きにつけて、この粘着ピストンの下にこうやって4つつけて、で、ここは必要ありません。目印として並べただけです。で、今度はここに、トーチを置いて、こうですね。で、こっからこう、回線繋いでいくんですけど、まずここにレッドストーン置くでしょ?で、ここにも置いて、まあ、電気こう、最終的に繋げるんですけれども、ここに、何でしたっけ?フリップフロップかなんかいうやつを作るんです、ここに。わあ、ややこしい。ややこしい。ドロップはね、下向きでつけないといけないです、ここにね。下向きにつけた。OK。で、今度は、こうして、こうして、で、ドロップは今度上向きにつけます、ここでね。上向きに。で、ここ隠してしまいます。なんかこれに、あとね、物を一つ、何か何でもいいんで入れときますと。何でもいいと思うんですけどね。多分何でもいいと思います。ほいで、出ます。ここで私の好きなコンパレーター出ます。で、穴一つ開けて、レッドストーンを置いて、ここに設置する。今カチッと言いましたね。これで動作したんですね。これが多分ね。で、ここを、リピちゃんで、つなげます。で、ここに一つ置いて、こうして、こうですね。やばいな、夜になってきたな。で、ここにピストンでしょ。で、今度は、リピーターを、こっち、違う。こう置いて、で、こう置いて、ここは、一個だけ遅延。で、これ繋げますと。ちょっと待って、寝る。おやすみ。
はい、こう来て、今度は、こうして、ここ取りますよね。ここ取りまし、なんか取っちゃったぞ。ここ取るとき気をつけないといけないね。取りましたと。ね。で、次にここに、トーチを置いて、こうして動いたら、ここにも置く。じゃあ戻ると。はい。これで動きが完成しましたね。で、これを置いたり、何かに反応すると動くんですよ。これがね。はい。動いて、今、下がってる状態になってるけど、で、ここがなくなると、はい、戻ります。みたいな。はい、もうこれで完成です。この状態で、あとはね、上を隠してしまうと、完成。はい、ここね。はい、ちょっと今カーペット引きました。あからさまに怪しいんですけど、ここを踏むと、あれ？あれれのれ。ご覧ください。こちらですね。今ね、上から入った状態、しばらくするとこれ閉じるんですよ。ね、しばらくするとあのレッドストーン鉱石の光がちょっとなくなったタイミングで自動で閉まります。あ、閉まった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 、すっげえ地味に閉まった。かなり待ったぞ。だからこれで上がりますよ。いきます。はい、上がりまーす。はい、上がりました。ね、入るにはこいつです。開きました。で、入りましたと。ね、入りますよね。じゃあ自動で閉まるのを待つんですよ。で、これで上がれるのかな。無理なんだ、やっぱり。しまったー、めっちゃ時間かかった、閉まるの。私のマグタウンではちょっと使えない仕様でございました。ちょっとね、こっそり作り変えときたいと思います。それはまた次回のお楽しみにということで、申し訳ございません。また次の動画でお会いしましょう。ではご覧に。はい、というわけで終わると見せかけて、今録画を停止して新たに動画作りました。あのままではちょっと終われないという、なぜか私のこだわりが出てしまいまして。はい。もう階段閉じました。今まで入り口だった階段すべてなくなりました。そして怪しげなこの柵で囲われた観覧板をご覧いただければ、踏めばすべてがわかります。じゃじゃ。開いた。入った。ただいま。久しぶりだね。このようにして入ってまいります。そして、これで閉じれます。閉じれました。もう一度ストーン開きます。そしてこの状態で出てこれるようになっております。あー、完成したー。はい、じゃあねー。